がボタン押してなかった。最初のねラーメンを数秒で片付けましたよ。そしてさらにさらに替え玉投入打ち込んでやりました。混ぜて混ぜて混ぜていただきマウスズルズルもう吸い込んでいきますね。大きなお口に吸い込んでいきますよ。はい、二口目、もう二口、二すすりでもうほぼほぼなくなってますね。味玉も投入。二杯目の替え玉いきましたね。混ぜ混ぜ混ぜして汁をたくさん吸わしてからの、ズル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 。やっぱり九州ラーメンはね、麺が細いからね、一瞬にして終わりますね。ズル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 。そしてラーメンをすすった後は水で流し込む。はい、みはい、三口目、ズル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 、もうほぼほぼなくなってきましたね。もう4すすりぐらいでほぼほぼなくなりましたね。まあ、他のラーメンと違って正直九州ラーメン私は苦手なので、スープが飲み干せませんね。はい、スープが余りますね。他のラーメンだと、ラーメンやうどんだとね、汁まで飲むんだけれども、ちょっと九州ラーメン苦手なのでね、麺だけをいってますね。そして煮卵が残りますね。はい、私はね、好きなものは最後にね残しておくという習性があるので、いつも好きなものは最後に残して、最後にゆっくり楽しみながらた、食べたい派なんですよね。でもうちの奥さんがね、いつもね、あれ嫌いなんこれ、いらんのってパクってね、時々食べる時があるのでね、注意しないとねいけないですね。何回言っても最後に残しとんじゃえて、何回言ってもうちの奥さんには通用しませんからね、嫌いなって横からパッて取ってパクって食べますからね。はい、ということで今日は水田商店のラーメンを美味しくいただきました。皆さん元気で健康で明るく過ごしましょうね。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。